はい、タバコ好きな俺の喫煙動画。今回はドラムのメンソールということでね。ドラムは、このメンソールとね、あとブライトなんとかっていうやつが、廃盤になるらしいので、一応、買ってみました。うん。こちら 50g 入りですね。で、こちらリズラのオレンジが、のテーパーがついてきますが、これがゴミカスでね、結構逆に評判なんですね。すごいまずいと。恐ろしくまずいという。まあ、実際吸ってみましたけど、本当に、紙を燃やしてる味がするんだよ。これはま、使わないです。捨てるレベル。パカッと。で、ここにね、配合のね、あれ書いてあるんですよ。こちらメンソールはですね、ブライトバージニアと、バーレイ&オリエンタルが、含まれてるらしい。うん。だからオリジナルとね、配合が全然違うんですよね。まあ、全然っていうか結構違うんですよ。オリジナルはダークケンタッキーとブライトバージニアを使ってるんですけど、こちらはブライトバージニアと、バーレイ&オリエンタルが使われてる。まあ、だいぶ、まあ違うということでね。ただメンソール加えただけじゃない、ことみたいです。ペーパーは、チェのペーパー。そして、フィルターは、ピュアの、スリム、フィルター。スリムフィルターですね。それでは。あ、落ちた。よくほぐしてと。まあ、このドラムみたいにさ、配合が書いてあればいいんですけどね。配合書いてない、タバコ多いですから。配合が書いてあればさ、どんな、趣向、自分が合ってるか、うまいって思うか、まずいって思うかみたいな、あれができるんですけどね。それでは吸っていきまーす。うわ、ほとんどメンソール感じねえ。うわ、すげえ。これなんだ、これメンソールなのかもよくわかんねえレベル。すげえ。恐ろしく弱いメンソールですね、俺。あー、確かにほんのりメンソール感はあるんだけど、ほとんどあれっすね、しないっすね。うん。キツ感は実に軽いかなと。軽い部類ですね、これはね。普通のドラムのオリジナルに比べて、はるかに軽さがあります。
でももうちょっとメンソール強くても良かったんじゃないですかね。なんか、パッとしねえな。すげえ、なんか、メンソールが恐ろしく弱い上に、軽い。煙もほとんど出てこないですね。味は酸味がないです。酸味はほぼ一切感じないですね。バーレー&オリエンタルっていうのが、軽いのかな？やっぱダークケンタッキーに比べて明らかに軽いんですかね。まあ、オリジナルに比べて、まあ軽い。軽いと、実に吸いやすい。吸いやすいですね。メンソールなんかあったのか、これない。これメンソールタバコじゃないですよって言って、吸わせたら、案外これメンソール、ああ、そうなんだ、みたいな感じで通るような、ごく微量のこのメンソール感。ああ、香りもまあいいですけど。でももうちょっとメンソール欲しかったな。ああ、ドラムのオリジナルよりか軽い。で、メンソールもほぼほぼしない。味は特に、まあ、なんて言えばいいんですかね。タバコの味を表現するのは実に難しいですね。実に難しい。まあ、そんなに美味しいかって言われると、いやー、別にって感じですね。ほのかに甘い香りがするぐらい。鼻からこう出すと、おーって。まあいい香りっちゃいい香り。まあね、微妙ですね、これはね。まあ、ドラムのオリジナルでメンソールが吸いたかったらもうメンソールフィルターを使えって話なんです。そういうことなんだね、多分。ドラムのメンソールはほぼメンソール感しませんということです。一言で単に言うと。
で、ドラム用が軽いです。同じく終売の、ドラムのブライトブルーってやつも、配合表書いてありますけど、おそらくそれよりもメンソールは、軽い。ダークケンタッキーが若干入ってるみたいなんですよね。ブライトブルーはね。うん。そこから察するに、ブライトブルーより、さらに多分軽い、まあ味わいなんでしょうね、これはね。まあ、軽いのが好きな人にはいいかもしれないですけど。まあ、終売になる理由も大体わかりますね。やっぱ人気ないんでしょうね。おそらく。おそらく人気がないんでしょう。特にこのメンソールは軽めにできてるからか、ほとんど、ドラムって言ったらやっぱちょっと重いイメージあるんですけど、それが一切しないですね。うん、これ微妙ですね。三つ星、ご視聴ありがとうございました。